メール読む。ラジオネームボートミンさん。2023年ももうすぐ終わりますが、あのちゃんが今年買ったものの中でこれはベストバイだと思うものって何かありますか？おー、ベストバイ、今年買ったもの、携帯はい、携帯です。 iPhone15 Pro です。舐めてるいやー、便利ですよ携帯って。携帯本当に便利ですね。やっぱ今年買って一番使いましたもう何でもできるから、マップとかも見れるし、地図も見れるし、写真撮ったりもできるから、携帯かな毎日使って、いやもっと買ったはずだけどね。まあデジカメとかも買ったしね。でもまあ携帯かな。ヘビロテしてるから携帯もう毎日花見離さずだから。はい、ベストバイは携帯です。時刻は3時になりました星野源さん、お疲れ様でした。2023年12月26日火曜日、この時間はアナのオールナイトニッポンゼロをお送り。していきます。最後のアナのオールナイトニッポンゼロです。うわー、最後だって。年内最後ですが、まあ録音放送ということです。年末ですな。これが流れてる頃はまあアナは寝てます。寝ててほしいね、グースカピーって。本当に頼むから寝てて、アナちゃんお願い寝ててグースカピーとね、本当に言いながらグースカピーグースカピーってこうでかい鼻ちょうちん作って寝てますから、三角の帽子かぶって、カービィがかぶってるやつ、カービィの寝方ですやすやと両手を合わせてほっぺに添えながら癒されますね。そんなちゃんは寝ててくれ、お願いだから。もう理想、理想だよ。そう収録にしてんだから、そういう可愛い寝方でさ、ちゃんと寝てて、お願い。起きてるあのちゃん起きてる？寝てて、本当に起きてたらポストしてくださいお願いします。あのちゃん早く寝ろって言うので。いやだって、まあ言うても僕がこう寝てるのにリスナーが起きてくれるっていうことが本当に僕は気持ちがいいです。ありがとう、いっぱい好きでございます。ってことで、まあ本当前回から1日しか経ってません。オールナイトニッポンゼロ放送とんでもない、今21日の木曜日ですかねに撮ってます。いやー、もう忙しいいやなんか超ここ入った時ももうなんか、さっきうまうまの馬のロケ終わったばっかで、夜の9時とかで、いやもうわ爆笑。でもいろんな、ほんと優しくて大悟さん、とにかくなんかいろんなケア用品とかもわざわざアマゾン見せながらこれいいよとか言ってくれて、まあ、それやっぱ最終的にサムゲタンっしょみたいな、ここのサムゲタン美味しいっしょ、サムゲタン足りてないっしょって言ってきて、もうガチだから面白い、本当に超いい人マジで。まあそれでも有馬記念のやつでいろんな機種にインタビューとかもちゃんとしてんですよ僕。もうちゃんとはしてなかったけどいつも通りの感じでやって、で飛び出て、もうほんと飛び出してここ日本放送ついて、なんかせかされて、もうなんか一言目にもう早くやりましょう、もう早くやんないと時間ないんでみたいな言われて、いやなんかこのあと富士構図が来るからとか言って、知らねえよみたいな、このスタジオで富士講座がなんか撮るからとかなんか言って、誰だよ知らねえよ、なんで大吾と富士講座に挟まれなきゃいけねえんだよと思いながらでも早く撮らないとなんでとか言って、もうここしかねスタジオも空いてなかったみたいで、そう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 、っていうのももう本当はこれが放送されてる26日の明るい時間に撮る予定だったんですね。はい、それもまあ蓋を開けたら今日になってました。はいもうなんだったその明日 M ステスーパーライブなんですよ僕、歌の前日ラジオしないとか言い張ってたの何どっか行きました、そのお決まりは
うん、もう自由。はい、ということでグースカピーグースカピーと寝ててください。はい。いやー年末ですな。年末ですな。いやーみんなが年末に向けて泡を吹きながら仕事しています。うん、やっと。かといってこれもやっぱり巻くとかできないからね、ちゃんときっちりやりますよこのラジオ。うん、巻くとかできないんで。いやでもさ、このみんながこうなんていうの、こうあね、もう年末向けて泡吹いてるもう見て思うけど、なんかこんなことなら年末なんてやめたらどうでしょうか。はい、もうね普通の日ってしちゃえばさこんなことにならないんですよ。全部さ、もう中田敦彦じゃない、中田あの彦が言いますよ。これは特番がさ年末に集中しすぎちゃってるよね。テレビ局さん、年末の特番いくつかやめてもらえませんか。年末の調整って結構知性いるからね。あのの提言嫌だね。絶対提言なんてしたくない。中田あの彦で、この後藤森さんがパックしながらあのちゃんへっていう動画アップするんですよ。あれも今年か。早っ。あんなあったね、提言。何提言。あの、ザ・セカンドも今年。え、それで審査員が松本人志いて、アンバサダーか。何アンバサダーって。アンバサダーって何？僕そっちの方が気になってたけどね。まあ、でもそれに対して、あの、中田さんが、提言、あれって本人が提言って言ったの、それとも周りが提言って言い始めたの。もうなんかサムネかな、サムネが提言って書いてあったのかな。マジで提言っておもろすぎるじゃん。何なのって、今になるとめっちゃおもろい。提言ってワードやば。せいやがブチ切れてたやつ。あー面白い本当に。いやーもう面白すぎる本当に。まあだからそれも今年か。いやーだから早いよ。ってことで、だから年内最後の今夜は、ここ数週ね、まあ、忙しいアピールばっかしてるあのの年末年始の出演番組を徹底的に解説します。いやアピールじゃねえっつってんだろ。ぶっ飛ばすぞおい。大悟と藤子ちゃんに挟まれてよ、アピールとかじゃねえだろ、ガチだろ。もういやもう本当にあの喉がぶっ壊れてんの、もう痛い喉がこんなやって。藤子ちゃんって誰だよ。え、マジで誰、もういいや、知りたくもないの、余計な情報入れたくないので、僕もうこれ以上もういっぱい覚えなきゃいけないことがあるから本当に。藤子がいなくなって頭の中から、もうマジでぶっ飛ばすぞ本当によ。はあ、いけないこう僕ったら汚い言葉を使っちゃって。はい、もうただ先週の放送がオープニングもフリートークもずっとえじけとったのが納得できる仕上がりになってます。はい、いやもうね先週の放送はいじけてた、僕いじけてたんですかね。まあまあそうなんですか。今日もまんまのスタッフに先週ぼーっとしてましたねって、ラジオなんか疲れてそうでしたねって言われたぐらいだから、まあそうだったのかもですけど、今うっせえもう黙っとけ。まあ大丈夫です。はい、ご安心を。アナの年末年始徹底解説していきます。あの放送は終わってるのかな、終わってるんですけど、まあ、じゃあ12月25日から見ていきましょう。うん、M1 グランプリの翌日ですね。 M1 の番組に出ました。はい、僕は M1 関係者でした。そうだったんだ。そうだったの。うん、いやだから先週ディレクターとかがもう日本放送入っていないや、こう M1 の予想しましょうよみたいな、ちょっとトゥルーマンまだ来ないんでみたいな、M1 の予想いっちゃいましょうみたいな、アゴと金子が言ってなんか言ってきたけども、こっちとら関係者だったからもう気まずいのよ。恥ずかしいよ。いやもう本当に。でその M1 ネクストデーっていうね、翌日に決勝進出者が集まる生放送の番組に出る
で出てんのか本当に僕は。もう出たっぽい。だってもうどういう立ち位置で出るのか分かんないもん。21日今日の時点で僕本当に何も知らない。今んとこ何も分からない。何するか分からん。マネージャーに聞いたらマネージャーもよく分かってない。まだ情報来てないって。もうこれないかも。だから今日ちょっとないこと言う可能性もある。まだだって収録してないんだもん。これしかも生放送だからね。本当にあのクリスマスの当日、結構だから夜だよこれやってんだよ。わクリスマスに、僕の大好きなクリスマスのお仕事っていうことは、まあありがたいんですけど。で MC は一応今田さんとファイナリスト全員全組だけは決まってんのかな。で決勝の翌日になんでまた集めんだろうね。クリスマスを奪ってるね。いやだからこれがあるから僕は M1 グランプリ絶対見なきゃいけないんですよ。見てくださいって言われてるので、まあ言われなくても見るんでいいんですけど。M1 の当日はだから裏で加藤浩次さんと喋ってる。真面目にそっちは喋ってるんですよ、音楽について。でその裏で僕は M1 をちゃんと見てるっていう。M1 の裏で喋って、その裏で僕は M1 を見てる。とんでもない本当に。いやだからこれが流れてる頃には優勝者決まってるんですね。はい、すごい。真空ジェシカさんおめでとうございます。はい、いやもうこれ外れてたら全方向に失礼なギャンブル。いやいや分かんないじゃん。だって松本人志さん審査員にいるんでしょ。だから分かんないよ真空ジェシカ。いやさやかとかさ、令和ロマンとかもう有力な方々いっぱいいるじゃん。めっちゃ面白いみんな。でもあの、まあ、このラジオにもたびたび登場してるガクがねいるので。ガクを応援するの。ガクのコスプレしてるんで僕今金髪で、これガクのコスプレで金髪にしたんです僕憧れて。仕事ってそれ、このM、ガクのこの M1 に向けて。ガクの仕事で金髪になりました。どうするこれニュースになったら、何年かやだよ。いやでも真空ジェシカ応援してますね。でも僕ほんと全員応援してるよ。令和ロマンさんも面白いし、あのさやかさんもそうだし、ヤーレンズさんめっちゃ面白い。去年もめっちゃ笑った記憶ある。楽しみ本当に。はい、でもこれが出てる時はもう優勝者決まって、もう真空ジェシカの可能性も全然あるしね。全然違う可能性もあるし、ガク一人の可能性もあるし、ガクだけ優勝してる可能性もあるけど、クラゲおめでとう。全パターン取っておきます。モグライダーさんおめでとうございます。いやでも本当人生変わるからきっと、まあでもた、でもさ、そうか、人生変わっちゃうのか。すごい大会ですね。はい、頑張ってください。楽しみです。はい、でその後堂本兄弟のクリスマススペシャルに出演してます。あ、じゃあこれも25か、あ知らんけど、まあそうか、そう25にクリスマススペシャル、嬉しい。僕クリスマス好きだからクリスマスの番組に出るの嬉しい。でこのラジオで堂本兄弟が、まあ今も続いてたらなんか出てみたかったみたいに言ったら、なんか本当になんか復活して出れた。そのパターンで、あのキンキの剛さんの方にもこのラジオで、そう剛さんのラジオであのちゃんぜひ出てほしいって言ってくれたという、このラジオのね発言も人づてか知らんけど伝わるっていう可能性を広がった事実でございます。収録ももうしてて、あれでもう一問一答やりました僕。うん、いやこれも待って、応援されてんのも、あもうみんな見てんのか。そうで、あの、まあ、一問一答もやったし、あの中多様性をこう後ろバックにこうキンキンの2人だったり、高見さんとかいろんな西川さんの人とか、武田真治みたいな人とか、サックス吹く人とかと、マッチ多くない？に囲まれて、披露させていただきました。いやなんか
一人バカでかい声でなんかコーラスとハモリやってる人いて、これ多分西川さん、もうめっちゃ耳なんかイヤモニがもういつもと環境違いすぎてめっちゃ面白かった。なんかゲッケケケロゲッケケロをもうすごいなんかすごい声量でゲッケケロゲッケケロって言ってて、もうつられないようにしなきゃみたいな、なんかこっちが本気なのに。いやなんかでも面白かった、なんかすごい新しい中多様性だなって思ってましたね。いやどこが放送されてんだろう、僕高見沢さんに死んでくださいって言ったの使われてるかないやなんかまあ別にその変な死んでくださいっていうのは、生まれ変わった高見沢さんみたいになってみたいですみたいな話した時に、まあ、僕がなんか死んでくださいって言ったんだけど、まあ、それは転生してこう入れ替わるために僕も死んでよ、僕もちろんもちろん僕も死んで一緒に転生してっていう意味で死んでくださいって言ったけど、これ使われてんのかなっていう、スタジオはめっちゃ笑ってくれてたんですよみんな、けど使われてるか分かんない、使われてるっていうな炎上してる可能性もあり、うん、ヤフーでもうヤフコメミンがめっちゃバーッと総叩き、その可能性も大いにある、はい全然いいですとかね、まあ楽しかったです。なのでちょっとアーティストなのにね、面白いキンキキッズさんと、面白くなくていいのに面白いキンキキッズさんと仕事しました。はい、あとは今夜はさんま御殿年末4時間スペシャル出てました。はい、年の瀬一人暮らし満喫女子って縛り、うん、さんま御殿ってか今年さんま御殿めちゃくちゃ出た、何回か分かんないけど多分相当結構確率的な結構出てる方だと思う、うん、よく出ました、ありがたいです。あの本当喋るの苦手なのにありがたい。年の瀬一人暮らし満喫女子って縛りで今回は、まあでもこのラジオ聞いてる人だけは僕が暮らしを満喫してないこと知ってますね、もうだって家に帰れてないんだもん、家にも帰れてないし家がなくなったこともあるんだぜ、鍵がなくなって、鍵でなくなって入れないから家をなくしなくなかったことにしたりとか、はい、もうそんな生活してるので、ただ家が誰よりも大好きっていうのはまああるから、いくらでも話せんじゃない、家でのこだわりとかいろいろ、だからもうこっちとら一番ありがたいテーマっていうかやりやすいテーマだったけど、まあでもさんまさんがさんまさんと何回も会ってるけど、まあいつも通りです、この回もさんまさんがわー言って、あほんであのちゃんはって言って、僕がなんとかんとかってかんとかほんでほんでなんとかんとかでわわわわわわ怪獣をぐーで爆笑で終わり。はい、さんま御殿もそんな感じで、いつも通り楽しい回です。でさっきあの何あのグレープフルーツあげないっていうのが放送されまして、これが誰も聞いたことないと思う。もうあのグレープフルーツあげないっていうのは日テレです。はい、日テレのお笑い番組の初ホストを僕がしてるんですけど、これが、まあ、説明すると日テレのクリエイタードラゴンっていう番組、山里さんとあの森田さん、山里であのガミガミおしゃべりメガネさんのと、あと歯を矯正した森田さんがモニタリングしてて、その中の一つの番組みたいなコーナー企画番組みたいなのがあって、ただそれがそうなんか6番組か8番組か忘れたけどなんかいて、その中で TVer の再生回数が1位の番組が第2弾ができたりするっていうなんかやつ、うん、まあ本当に日テレとは思えない番組でした。正直なんかどんな番組になっててんのとか説明正直マジでできない、編集もわかんないし、ただうーん出てる僕はすごい面白かった。僕はなんか結構久々にテレビなんかうわぶっ飛んでんなじゃないけど面白くて、誰が出てるかは
M1 新チャンピオンの真空ジェシカ川北さんと、あと M1 新チャンピオンのモグライダーともしげさん出てます。どのパターンでも。あと誰だろう、長野さんとかで、僕が CM でね、お前知ってるんで、それ以来初めて会ってか、人生で初めて長野さんと会って、いや楽しかった。メンツも、あとダイヤモンドの誰、野沢さん、はい、ボーダーの、はい、白黒の人ね、とかもういっぱい、あと山下加納さんもいて、なんか、あ、加納さんはあのチャンネルで会ってるから嬉しかった、また会えて面白かったよ、すごい。やめ、あとね、あのコンボイの友達、はい、もいます。ケインズのコンボイの友達います、はい、そういう並びですね、はい。だから結構見てもらった方が早いかな、これっていうか放送されんのかなみたいな感じ。あ、そっか、これもうみんな見てる人は見てんのか、じゃあ ぜひ TVer で見てほしい、これ、うん、再生回数がどんどんこうのってやつだから。まあでもね、ただこれもないかもしれない、放送されてないかもしれないので、まあぜひ見てください。いやね、大丈夫、ノンストップでめっちゃ喋ってるけど、はい、まだ行きます。そして明日サスケに出ます、うん、ついに、いやこれはね見てくださいよ、うん。そしてこれ新年一発目のね、生放送を絶対に聞いてくれと、このラジオね、これセットだよ、もうこれセットだよね、もう出る前からセットだと思ってたから、これはラジオまで聞くがセット。だってみんなに聞いてほしいことたくさんあるもん、サスケに関しては。ことの発端がラジオだからね。ラジオで言わなかったら出てなかったかもしれない。うん。軽口叩いてね、調子乗って。サスケに見つかっちまって、それが。出ることになっちゃって。いやーまあでも。とにかくまあ、みんなにはまあ、サスケをもちろん見てもらってラジオも聞いてもらいたい、今やるのはそれだけです。僕の夢が叶う瞬間をぜひ見届けてください。はい、夢ってこんな簡単に言っていいもんなん、そう、なんか夢なのかわかんないけど、まあ楽しかったのでぜひ見てください。でこの日は他に年間ミュージックアワードっていうね、生放送の大型特番にも出演、うん、大型特番多いのよ、とにかく今までの全部大型特番かもしれん、うん、多すぎるな、もう年末やめませんか、知性必要ですよ。年末の大型特番は知性必要ですよとか言うね、めんどくさいのが出てきちゃうから。ちょっといや本当にあの年間ミュージックアワードも見てほしい、だって僕がやってんだもん、全部あのちゃん一人がやってんだから、これも見てほしい。そして続いてが12月28日ここでフェスに出ます。はい、ここでフェス、カウントダウンジャパンに出演です。はい、初出演でございます。はい、カウントダウンジャパンなんてすげえフェスじゃね、これ多分、はい、ギャラクシーステージの18時35分からミスターフォルテの後、新しい学校のリーダーズの前、はい、見てください。リーダーズとも今年はいっぱいありましたね、2023年、はい、もう会いすぎてますね、ちょっと。だからまあカウントダウンジャパンだから、それこそこのねリハもちゃんとしてるかもね。いや、この間から、この間の5時までラジオやって、その後朝からやってんだよ、ほんとやべえんだから、喉死ぬ。まあでも本当にこれ私もまあいっぱいフェス出れて本当に僕は嬉しかった。やっぱりフェスってあの曲歌うので、いっぱい歌を歌うということです、それしかわからない。でもいろんな人、ロッキーも出たし楽しいですし、
おへそ納めをしてきますということで、まあ、でもテレビもほんとたくさん出れたけど、フェスもたくさん出たからね。僕はそっち両方やってたからすごいなんか貴重な経験でした。もうはしごはしごみたいな感じで、いやほんといつリハしてんのになるよね。してんだよね、してんですよ、してるんです、はい。だからちょっとフェスもね、来る人は楽しんでください。うん。そして12月29日アノは忽然とメディアから姿を消します。バイバイ。この日ロンハーとか酒のつまみになる話の、まあ、再放送とかは夕方とかあると思うんですけど、それ以外出演がありません。この日だけネットで消えたなって言われます。この日だけオワコになります。いやこの日だけね、ちょっとあれですけど、はい。で12月30日ですよ、日本レコード大賞出演で再ブレイク、ありがとう。もうオリラジじゃん、本当に本当にオリラジじゃん。こうバッと売れてもなんかすぐ消えてまた売れるっていう繰り返すやつ、あの彦じゃん、やだよ。いやね、ほんと年末最後の放送、あの彦あの彦やめよう。やだやだやだ。でもまあ再ブレイクですね、ここで。うん、だって日本レコード大賞ってめっちゃすごいらしいじゃん、こういうすごいらしいんだ本当に。僕言われた時はいって、あはい決まりました、レコード大賞決まりました、特別賞ですって言われた時了解ですみたいな感じだったんだけど、めっちゃ本当にすごいっていうのをね知りまして、でちゃんと調べたら本当にめっちゃすごいことで、えぐい。それで12月まで僕レコード1枚で戦ってきた僕をね受け入れてくれる、応援してくれる番組です、特別賞。うん、ありがたいですね。レコードしか出さずに戦った特別賞ですよ、しかも中多様性。うん、いやいろんなものをこう受け入れてくれていると僕は受け取りました。こう歌詞も含めちょっと多様性で、僕なんかを、まあ、紅白もそうですけど、こうレコード大賞さんとかが受け入れてくれる時代っていうのは本当にすごいことって思った方がいいですよ、あのちゃん、本当にそういうことです。本当にありがたいですね。これもこれもそうだから歌うし、ちょっと多様性で歌います。でこの日は結構衣装とか髪型とかがちょっと今までと違う感じを やってみようかとか話してるから、ぜひぜひ見てほしい、挑戦的な、まあちょっとしたあれだけど見てください。ではこの日はでんでん電波スペシャルも放送されます。初めてのこうスペシャルで JO1 の3人、金城さんと米城さんと川野さんの河野さんごめんね。JO1 の3人の名前が覚えれないってこう収録中もずっと言ってたの、僕最後まで覚えれなかったから。いやむずいんだもん、だってもう人の名前覚えるの苦手。3人がどうのじゃなくて、3人めちゃくちゃ面白くて、なんか吉本ってこと、 JO1 の人めっちゃ面白くて頑張ってくれたっていうか、すごいなんか肝玉座りまくりでびっくりした。はい、だからその3人とプラス岡崎体育さんも出てくださいますね。岡崎体育さんは僕ラジオじゃなくてライブでワンマンのツアーのライブで、まあ、悪口ではないんですけど、こう岡崎体育も面白いかみたいな話なんで、なんか面白い風じゃないみたいな、なんかアーティストだからそれこそラジオで言ってんじゃん、別にアーティストって面白い必要ないじゃんみたいな、キンキだけでとか、まあ、そのライブではまあヤバティとかホルマンまあおもろいかみたいな話してて、岡崎体育もそうか、あいやでも岡崎体育はおもろい風かみたいな話してて、まあでもそれはディスりじゃないんですよ、でもそれが岡崎体育にバレてた。もうさあなんで誰か書くわけ、こう X にラジオじゃないライブで話したこと、怒ってはないけど
岡崎体育さん、でもそれを気にしてなんか言ってた、収録中にそんなことを言ってるの知ったんですけど、俺自身もそう思っててみたいに言ってて、もう最悪、なんかちょっと気にしてんじゃん。で、僕は悪いつもりじゃなくて、本当に面白いっていうのが目立ちすぎてて、実はいい曲歌ってんの知られてないよねの言葉でしたので、ね、あれですけど、まあでも岡崎体育さんは初めて喋ったけど、めっちゃいい方、本当にNHK とかいっぱい出てるからか、すっごい優しい喋り口調で、本当にいい人でした。まあでもこの番組とか全然電波もう今年からだから、今年の4月5月ぐらいだから、このラジオとほぼ同スタートで、発表もこのラジオだった。それこそ品と霜降りが2人来て、そこで発表したから、いやだからもう、そう、年内の今年の話なんだね。でん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 電波スペシャルは、そのまあそのね、ゲストさんたちを招いて何したかな、まあいろいろしてます。はい、面白いことしてます。だからそのね、懐かしい猫再放をしようってせいやが言ってくれたことまだやってません。はい、本当にまだね、記憶上ではやってない再放は。うん、全然でも2024年こそ再放したいですね。で、再放も Spotify やりましょう。電波は電電電話っていうね、 Spotify も始まったんですけど、それは粗品とね、電話するってやつだけども、再はしましょう、糸電話で。あのとせいやの再は糸電話でやろう、もうワンチャンバズる。大変忙しいって。霜降りも忙しいし、僕もやるのでちょっとあれですけど、テトさんどうですか。はい、だからちょっともうそんなもこんなんもねしたいですね。再放するだけの番組でしたから、それで再放知らない人は。はい、ではい、大丈夫、ちょっとついてこれてます、僕がついていけてないんだけど、いつまで喋ってんのって感じだから、長いって、もう30分経った、気づいてると思うけど、今日はねもうフリートークなし。はい、もうこのまま行きますよ、このまま行かして。うん、ちょっと喋りすぎと思ったかもしれないけど、前日から1日しか経ってないんで、そもそもフリートークなんてないんで。富士こそ来ちゃうから、しょうがないな。そして大晦日、はい、皆さん絶対にこれはもう応援してくださいよ、勝負がかかってるので。はい、サマーズ&ジュニアのこれって変じゃないに出場。何これ。これもう分かんない、もう記憶が定かじゃないけど、多分撮った、この間撮りました、サマーズ&ジュニアのこれって変じゃねという番組ですね。うん、まあでもこれは VTR とかでしかね、僕 VTR で出るので何するか知りません。はい、紅白の前にお昼に VTR でちょろっと出させていただいてるので、僕がまあ気になったこととか、こうあーだこと言ってるので、ぜひ見てください。第74回 NHK 紅白歌合戦初出場です。うん、やっとだよ。年末のアーティストのラジオってなんかさ、まずさ紅白の話するじゃん、紅白出たとしても、もう出なくてもするじゃん、なんかこう年末紅白だねって言って、35分経ってます。34分、あのちゃん紅白の話してくれるだろうなって聞いた人ごめんな、全然しねえじゃねえかよつって。30分だったか。いやー、でもまあそれぐらい喋りましたね、出るもの全部かわかんないけど、とりあえず解禁してるやつは言えた。うん、紅白赤組絶対勝つぞ。うん、勝つぞ。今年の紅白はどこまでも勝ちにこだわるので、僕はそのために呼ばれた。うん、我が軍にはエドもいるし、エイミョンもいるし、新しい学校のリーダーズもいる、
ランさんもいる、ネガヤヘルコもいる誰も誰もずっと誰ランって誰ネガヤヘルコ、まあこのネガヤさんは、うん、同じね火曜日なので仲間ですよ。エトランさんもで誰本当に誰、エトランさんって伊藤蘭ね、伊藤蘭さんもいますいやだ、まあ、新人もベテランも最強の布陣です。絶対に勝ちます。はい、あのボーダーレス、うん、知らん、勝ちます有吉さんがボーダーレスと言おうが僕は勝ちにこだわります。もう線を引く、ラインを引かせていただきます。はい、いつもはねこう仲良くしてもらってるあの白組の人たちも敵ですもんいやそうですよ、まあ今だけね。はい、当日はもう普通にやってんだろうね普通にもうちゃんと、だってちょっと待って、ちょっと待って、シーカットカット、ピー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 、ちょっと本当にピーね、本当にピーね、これはマジでピー、林さんちょっと頼んだピーでまあ本当にあの当日は普通にやらせてもらいますよ。うん、まあこの後話すけど、まあ有吉さんもだと思うよ、僕も普通にもうバラエティとか関係ないです。はい、もう今だけこういう風にネタっていうかボーダーですって言ってますけど、もうちゃんとあのやらせていただきますんで絶対に勝ちます結局なまあただ一個懸念点としては特別審査員に乃木が入ったんだよな。うん、これはちょっと聞いてなかったね。白組が勝ったら乃木が裏で暗躍した可能性があるんだよなという。僕は審査員なのか審査員じゃないのかみたいなのやってんだよ多分。で出場歌手に大泉洋、匂うな。で大泉洋と星野源は徹底的にマークしときます。怪しい。うん、いやそうよ、ちょっと乃木が来ちゃったな。これ審査員ではなくもしかしたらってことがあるからね。ハマイクも怪しい、もうどんどん怪しくなってきた。いやこれ大丈夫かな。ちょっとまあだからその最強の布陣をね今回赤組いるんで自信あったんですけど、ちょっと乃木が入ったことによってかなり不安になってきました。ちょっとまだ全然勝負わかんないです。はいマイザーミッションだとドラムドラムっていうねここだけなんよ、もうビバンでずっと引っ張ってんの分かってよって、超あの社会現象になったからワンチャン本当にあるかもしれない、そういうくだりが演出あるかもしれない。本当にね演出のあたりちょっとまだ分かんないんで、ちょっといじりすぎてもですわ大晦日がね、この番組ハッシュタグでもみんな応援してください。ハッシュタグあの ANN0 でぜひあのちゃんあのちゃんって、おあのちゃん出てきたみたいな、そういうの結構本当にあの大事なんで、あの勝負なんで、はい、頑張れって、絶対赤組勝てって多分ねもうここのリスナーだけかもしれないけどそんな応援の仕方してるの。楽しめばいいんだよね。まあでも僕は宿命があるのでお前らのために絶対勝ってくるからよ。ということで終わりと思いきや、そして年越しして2024年1月1日紅白直後もあのは止まりません。止まれよ、もう止まっていいぞ、止まって、頼むから止まってくれ、止まらないな、止まりません。はい、カウントダウン TV ライブライブに出ます。うん、はい、もうだから寝かせねえよという話ですわ。これは1月1日初歌唱はここになると思います。カウントダウン TV ライブライブ、カウントダウン TV さんも本当にお世話になったから、2023年いろんな演出もすごく凝ってて楽しかったです。僕はたまごっちも一緒に歌ったりとかして、
はい、でカウントダウン TV ライブライブの1月1日のもぜひ見てほしい、絶対見てください、よろしゅう、本当に、うん、楽しみですね。で、まあ歌を歌ってバラエティも止まりません、面白そうに出ます、はい、出てんのか、そうだから紅白出た直後、先日のピーカーブとか見て笑ってます、はいそんなやついねえよ、紅白出た直後先日のピーカーブで笑うな、そんなやついねえよって思ったけど、有吉さんもそうだから有吉さんもそうなのよ、有吉さんもあの紅白の MC した後先日のピーカーブとかで笑ってるから、隣だったから僕あなた有吉だけだから、はい、こう紅白と面白そうで、いやでもそうね、紅白終わってバラエティちょっと見よっかなみたいな感じでこうね、チャンネル回したらこう先日のピーカーブとかで笑ってるあのちゃんがいますので、みんな知ってる先日のピーカーブって怖いのよ、キャーみたいな、めっちゃ僕好きだった、キャーってやって怖い、なんか顔も漫画みたいな、眉毛がこう太くて漫画みたいな筆圧の顔、二人ジョジョみたいな、そうジョジョみたいなポーズとかいろいろしてて面白そうって感じで、面白そうって感じの人がいっぱい出てました有吉さんが好きそうな人もいっぱいいましたし、いや楽しかったですね、はい、だからもう止まりませんという感じで、んで、まあ、これが年越しでしょ、だからまあみんな面白そうも見たら面白そうでカウントダウンというかこう年越ししてんのかな、どうなんだろう、ちょっとわかりません、そうだよね、え、そうじゃないの、だって年越しってあ、もうちょい深夜か、え、どうなんだろう、でも収録そうだと思う、多分年越し、面白そうで年越しです、僕面白そうだから紅白出てすぐ面白そう見てください、先日のピックアップ見てください、はい、でカウントダウン TV も見てねという感じで、次の日は1月、次の日じゃないか、あ、まだもう続くのか、1月1日で爆笑ヒットパレード出るでしょ、はあ、まあ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 って言うと言っちゃいけないぐらいすごい番組だから、ずっと出てないテレビ今年やばい、ちゃんと音楽も出てバラエティも出てるからこんなことになってんのか、なんか意味なんかよくわかんないもん、なんでこうなってんの、音楽お笑い音楽お笑い音楽お笑い爆笑ヒットパレードどっちあ、お笑いか、ヒットだから歌、いやでもまあそう爆笑ヒットパレードも生放送なので、まあ、めでたいよね、だってこの番組僕毎年どっちみち見てるのよ起きて、だから超嬉しい、あの番組好きなので、だっていっぱいネタ漫才見れる、はい、なので、まあ、みんなもぜひ見てください、すごい年始って感じするんだよね、爆笑ヒットパレード見てるときわかる、もう超感じる、皆さんもそれを味わってください、ほんで、その日はまだあって、上田と女が吠える夜出て、とか言って、もマツコさんと、餅つきとかでもしてて、マツコデラックスと、で、有吉さんの差し入れ、日本横断の旅っていうのロケもやります。はい。で、有吉さんも大忙しだよね、これ見ると。いや、すごいな。すごいぞ。まあだから、こんな感じですね。はい。で、2日からもいっぱい出てる、いろいろ出てますね、なんか綾野剛とかとババ抜きとかしてますどういうことなんか綾野剛とババ抜きしてます、綾野剛のトランプなんか引いてます、その後なんかババ回ってきたらなんか無意識で睨んでますそれは音楽お笑いどっちわかんないあとまあ解禁になってないこと番組もあるし、もちろん金髪ビジネスも動いております、学じゃないよ、学じゃないよ、学役で学役でやっぱ染めたのが、まあこの真空ジェシカのだが情熱はあるみたいな
感じでやらせてもらってます。はい。まあまあまあ、これもね、まあ、改めて話しますよ。もう話す時間ないです。はい。もう45分経った。僕この後もだから髪、金髪をこうレタッチしたり髪を切んなきゃいけなくて、仕事でもう今日しか時間ないの。もう時間が本当になくて、この後ラジオの後だから富士コーズの裏で誰なんだよ本当に。いやもうそんなスケジュールで何時に帰れるかなって感じで、年末年始のあのちゃんね、今言ったやつも全部見てください。よろしゅうってことで、今週も始めていくぜ。始まってなかったのまだ45分経って始まってないってある？はい、ということで今週も始めていくぜ。アナのオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、アナです。クラブハウスはやりません。はい、そして番組からお知らせです。番組公式 TikTok がスタートします。拍手。あのオールナイトニッポンゼロ、クラブハウスを脱退し TikTok に参入することをいたしました。いや、そらそうだろ、クラブハウスなんてやんないよ誰も。そして正確にはもう TikTok してます。はい、もうしてるんです。収録時点ではまだ始まってないんですが、予定では12月25日クリスマスの日に誕生します。誕生しているはずです。はい、全員泡を吹いているのでしてないかもしれません。もう来年かもしれん、もう分からんそこら辺は。けどまああの兄の収録動画だったりオリジナル企画もあるのでぜひ見てください。流行りの音楽に乗って踊ったりはしません、もうしてませんので。これはリスナーにも優しい TikTok ですよ。もうアドとか踊ってないから、うん、お前らそういうのもう知らんだろ。うん、あ、そういうのしてないので、比較的入りやすいアカウントとなっております。番組公式 X や ANN 公式 YouTube チャンネルでもあのちゃんの動画が上がる予定らしいです。このタイミングで思い出したかのようにいろんな場所が動き出したのはなぜですか？僕があのちゃんだって最近気づいた？てか1月からでよくね？よくわかりませんが、まあ謎のタイミングで始まりますのでよろしゅうということで、さて今夜は録音放送ですが、 X はあの ANN0 でたくさんつぶやいてください。あのちゃん起きてる？寝ててね。さてこの番組はライブ配信アプリの17でも東京中学有楽町日本放送第4スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。この後生放送します。ここでね富士コーズがします。誰だって、だから誰だよ、誰か誰本当に。まあいいよ。17のアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができます。やばい、気になってきた富士コーズが、あ、やばい。はい、オールナイトニッポンゼロぜひ17でもお楽しみください。曲カット。あの兄、正義のマシュマロヒーローの前に立ちはだかる悪のスイーツ、あのちゃん。ふはははは、貴様のような白い滝のお菓子に何ができる。ふにゃふにゃだし、つまむとちょっと白い粉が手につくし、そのまま食べるのには3個が限界だし、我が火炎放射器で焼き尽くされるがいいわ。ブハハハハ。アナのオールナイトニッポンゼロ。何？貴様、焼かれた方がうまいだと？おい
でほらおいでおいでおいでほら怖くないからおいで、ほら来たアナのオールナイトニッポンゼロ来たね。女子大生シンガーアヌチャムのラジオが見られるのはライブ配信アプリの17だけ。誰でも簡単に無料で楽しむことができるんが、オールナイトニッポンゼロぜひ17でも楽しんでくるめんす。アナのオールナイトニッポンゼロ。あの兄、全然ゲストを紹介しないあの柳あの子。皆さんこんばんは、あの柳あの子です。もう年末ですけど、私は年末年始仕事ばっかでね、本当は旅行にでも行きたいんですけどね、ハワイとか行きたいですね。ただどうなんでしょう、円安の影響でね、例年に比べて海外旅行に行く人は少なくなってきてるかもしれませんね。海外で言えばこの前仕事でアトランタに行ってまいりましてね。ただ日本は今海外の方多いですね。今日も渋谷を歩いていましたら海外の方に声をかけられましてね、私道を聞かれると思ってずっとあっちですなんて言ってたりもしましたけども、あと海外で言いますと、アナのオールナイトニッポンゼロ、そんな海外でご活躍、本日のゲスト大谷翔平さんです。いやー、あのですいやさっき紅白の話の時ちょっとわーってねテンパっちゃったんですけど、あれ曲名言っちゃダメだと思ってて思わず言っちゃったね、焦っちゃったね、テンパっちゃった。いやだからもう改めて言わせてもらいます、ちょっとエコーください。あの紅白歌合戦超多様性歌います、はい、超多様性歌います、はい、言ってよかったんだね、安心安心。テンパリ用すごかったでしょ僕の。いやもう年末ですね、うん、もう AD の大塚さんえずいてたけど大丈夫、さっきここ入ってきた時おえって大丈夫か、年末ですね、うん、全員泡吹いてます、はい、もう吐きまくり本当にね、今年の漢字は吐くということでゲロ吐きラジオですはい、そしてじゃあコーナー行きましょう。あ、え、アビオットさんとのコラボコーナーに行きます。小さくまとまって何が悪い。日本のサウンドを熟知した日本人のオーディオエキスパートが製品開発をしており、日本人にすごく適したイヤホンやヘッドホンを開発しているオーディオビジュアルブランドアビオット。そんなアビオットの製品で僕アノがウェブ CM に出演しているのがアビオット Q3。 アビオット Q3 はアクティブノイズキャンセリング搭載の完全ワイヤレスイヤホンでは業界最小クラスの小ささを誇ってます。このコーナーでは業界最小クラスのイヤホンの CM に出演している僕にリスナーからちっちゃいことしてしまったっていうエピソードを送ってもらっています。業界最小の器を持つ最小リスナーたちにアノが小さくまとまって何が悪いと慰めてあげるコーナーです。はい、これなんかあんま毎回慰めれてない自信しかない、ちょっとちっちゃいのもみんながちっちゃすぎる、はい、ということでラジオネーム猟犬回収ワンワン丸さん。授業が早く終わってほしいので終わりの時間に近づいた時に担当教師に聞こえるように大きな音を立てながら片付けを始める。ちっちゃー、慰めれねー、やっぱちっちゃー。あーね、でもこの気持ちはねいますってか、これ結構いいんじゃない、なんか何回も見たことある光景。僕は別に授業あんま何も持ってないタイプだったからしたことないけど、みんなしてる、なんかちょっとわざとなんかやってやり始めて、もう帰るよみたいな、もう休むよみたいな匂わせするのはいましたね。うん、機嫌の悪さとかだから音でアピールする人とかいるじゃん、そういうのって一緒じゃない、
で結構僕どうだろう、機嫌悪いと、あ、別に機嫌悪くて音大きくなってるわけじゃないけど、音大きいと機嫌悪いのかなって思うのあるじゃん。だから僕結構もう普段から音大きいの、だから機嫌悪いと思われがちかも。不愛想だし、それ全部あ余って怒ってるって聞かれる。怒ってませんいつも。はい、ね、なんかちょっとでもガンってさ、ドアガンって閉めたりするじゃん。もうデフォで僕でかいからさ、怒ってると思われちゃう。うん、ね、ほんと。はい、行きましょう。怒ってませんよ。怒ってません。はい、ラジオネーム青虫24号さん。買ったばかりの車に友達を乗せたくなくて2年ぐらい免許持ってないって言ってた時期があった。仕事運送業なのに。やばっ、バレるって。無理じゃない？え、バレなかったのかなこれ。いやでも潔癖症なのかな、何なんだ乗せたくないって。いるよね多分。いるけど潔癖なんじゃない、家あげたくないとか。でもね、僕もねこっち寄りなんだよね。車もし自分が持ってたら乗せたくない誰も。うん、別に誰も送りたくないし、なんで乗せなきゃいけないの。ちっちゃちっちゃ、ポテチとか食べられたらほんとやだもん。ちっちゃ、僕だって家もあげたくないから、家も誰にも入ってほしくない。仲良くても、いや仲良くてもちょっとね、うーんって感じ。なんか多分人よりプライベートを見られるのが本当に嫌いなんだと、昔から。うん、やっぱもともとアイドルやってたのもあって、プライベート空間見られるの本当に嫌いっていうのがあって、やだ僕も。でも運送業やってたらバレるよ。うん、なんかちっちゃいなこいつって思われてると思うこの人、周りから。それしゃあない。ラジオネームチンジャーロースさん。鼻水がすごい出る日、ポケットティッシュの最後の一枚をテーブルを拭きたがっている友達にあげなかった。うわーちっちゃ、あげろよ。いやーそっか、でもまあ自分の鼻水優先しちゃうか。こう買えばいいじゃん。でもコンビニで簡単に買えるものだからさ、やっぱどうせもらったやつだろそのポケットティッシュも。街で、待って、街でもらえるしな。いやーこれて、うん、どうだろう、まあ、ティッシュをちょっともったいぶるっていう人もまあいるのか、僕そこはわかんない。ティッシュは、ティッシュでもね、そのわかんないんだけど、そのそこをこするって、あのケチる気持ちはわかんないけど、ティッシュ使うか言えない。そこの一言の優しさ、なんか自分優しいでしょのアピールになってないって思って、僕その露骨なアピール感が嫌いでできない。でそのつもりないじゃん、やってくれてる人も分かってんだけど、自分はなんかその恥ずかしさでその一言が言えないから、まあ、ボンって置くかもね。こうピョンって投げたり、結構そっちタイプで怒ってるって聞かれるね。うん、だ本当にもう悪循環。はい、ラジオネームマウンテンヒルさん。段差でつまずいた時、その段差をにらみつける。いやー、まあ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 、僕まあ機嫌悪い時か、機嫌悪い時、本当にね機嫌が悪い時はにらみつけます、僕も。はい、あのそれが相手がどんな人であろうとにらみつけます。はい、綾野剛のことをにらみつけたんで僕。機嫌悪かったんで。いやだから段差でつまずいてもさ、物じゃん言っても階段は、だからにらむ意味あるとは思うかな。あんま物としてこうにらんだりはないか、逆に。まあだから余裕ないんだよこの人は。ちっちゃいもんちょっと。あとなんか段差でつまずいたり転んだ時はもう恥ずかしいからさ、なんか周り気にしてさ笑っちゃったりさ、ごまかしたりするかも。うん、僕の場合は痛ーってわざと言う。
結構わざとらしく言ったりしますね。ラジオネームジャイアントアツヒコ、やだアツヒコって名前今日もはい、ラジオネームジャイアントアツヒコ、みんなで頼んだピザを受け取って一番具が乗っててるのをどれか探してテーブルに置くとき自分の目の前に来るようにしちゃう。ちっちゃ、食いしん坊じゃん。こパカッと開けて、あ、4種類ぐらい分かれてるやつか、こうそれを自分がまあ、あ、一番具乗ってんのを手前にすんだ。僕これは本当に共感しないかも。まあ食べ物だからっていうのもある。でもまあそう、これそういう人いるのかな逆に。いる？いる？いるの？実はいるのかな。僕ちょっと着目してなかった。なんなら僕あんまグー乗ってないやつとか選びたい方だからさ。だってピザがさ、なんか変な肉とか乗ってるのマジで嫌なんだけど。あんま言わない方がいいか。でもそうだからちょっとあれだけど、まあ、自分が一番美味しそうなのを手前に置くってことだよね、食べたいのを。そっか、ちょっとまあ可愛いけどね、これ食べ、よっぽど多分素直に言えばいいんだけどね、俺これ食べたいって。はい、ケンタッキーのケンタイキさん、ラジオネーム、友達何人かとピザを食べていた時、友達がピザを取ろうとしたら隣にあった僕のピザのチーズが少しそいつのピザに持っていかれてしまって、それがなんだかんだモヤモヤして 1日だけそいつの LINE をブロックしていた。ちっちゃいし、ピザ連ちゃん、お前らもうピザ食うな。うん、ピザ、そ、ピザ一人で食えんなよピザシェアするもんじゃんピザって。多分友達なんか、多分ワイワイ友達が何人かいて頼むものじゃん。友達なんじゃないこのケンタッキーのケンタイキとジャイアントアツヒコは。いやその一人は自分が食べたいのを手前に持ってきて、もう一人はそいつにピザ、そいつにチーズを持ってかれてブロックしてこっそり、地獄じゃんピザごときで。ちっちゃラインブロックしないでよそんなんでさ。いやでもあるあるだよね、こうピザがちょっと隣のチーズ結構ガッと持ってっちゃうの。僕はもうチーズそんな好きじゃないから持ってってほしいんですけど、全部逆なんだよね。だから僕とそのケンタッキーのケンタイキと僕とジャイアントアツシカマジでいい友達になれるわ。もうウィンウィンの関係だもん。そういう友達を作った方がいいかも。うん、それを許してくれる人ね。はい、メール以上。はいこれさっき言うの忘れてたの言います。このラジオ CM も撮ってるので、まあもういいか。はい、先週も聞いてると思うので、はい、メール以上。今週ね、業界最小リスナーチョイスタイム。うわぁ、誰かな。ピザちっちゃかったけどな、段差もちっちゃいなって思ったけど僕。いや、こいつは小さいからさ、これで選ばれなかったらもうラジオ聞くのやめるとか言いそうじゃん。めっちゃやだ、めっちゃちっちゃいじゃん、やだ。聞いて、お願いだから。そうですね、これかな。はい、決めました。今週の業界最小リスナーは、鼻水がすごい出る日ポケットティッシュの最後の一枚をテーブルを拭きたがってる友達にあげなかったメールを送ってくれた、ラジオネームチンジャーロースさんです。はい、これはちょっと共感もできんぐらいちっちゃかったです。フォローのしようがない。じゃあこの人にはレッドスピネルをあげます。はい、レッドスピネルのアビオと Q3 をプレゼント。はい、だからこのその色じゃないっていうさ、文句も言わないでね。そう、俺赤、いや、ピンククォーツだからなとか言わないでください。もう一回聞かないで、あのちゃんのラジオとか言わないで、本当にもうちっちゃいから。で、このコーナー終わり。短い、さよなら。
コーナーじゃなかったの、これ契約なムードになるコーナーじゃないよね。アノのオールナイトニッポンゼロ、アノです。ここからはあんまり読まれたことがなさそうなリスナーからのメールを積極的に採用するチャンス。あ、そうだね、このまま行くってことか。アノです。生きるのクソ下手。アノは生きるのクソ下手。財布はすぐなくすし、ウーバーイーツでミートボール頼もうとしたら間違えてオートミール頼んじゃうし、服もシワシワ。このコーナーではそんな僕みたいな生きるのがクソ下手っぴな君たちに、一人じゃないよと言いたいコーナーです。じゃあ紹介していきましょう。ラジオネームおにぎりの申し子さん。鬼ごっこで逃げるのうますぎて気づいたらみんな帰ってた。生きるの下手なのか何なのか分かんないけど、鬼ごっこ上手いって頭いいってことだもん。だってえ、じゃない、鬼ごっこ多分逃げるルートも上手いってことでしょ。巻くのが上手かったりチェイスが上手いみたいな。頭もいいし走るのも早いけど生きるのクソ下手。だってみんな帰っちゃうの、そんな環境悲しくない？え、みんな帰っちゃうのかな、かわいそう。かくれんぼなら聞いたことあるけど、鬼ごっこあんまないよね。え、どっち、逃げる、あ、逃げるのか。あ、もう存在忘れられてたのかな。悲しい。はい、ラジオネーム犬ゴリラ飼育員さん。歯医者で口の中に残ってた出汁綿を伝えられなくて口に入れたまま家まで帰った。あれか、あの口に入れられる綿、だし麺？はい、それね。でも僕がその風になっても言わないかも。言えないで普通にまあトイレとか入ってペッてやる。うん、言うまではできない僕も。言えばいいんだけどね、言えないんですよ僕たちは。本当に安心する。ラジオネームあのちゃん、つけてください。北海道旅行に行った時、やることが思いつかなくて映画を見て帰った。あー、旅行でせっかく行ったのに別にこっちでもてかどこでも見れる映画を見て帰るってことね。うん、計画性がゼロだ。でもなんか旅行意外とやることなくない？いや僕もあんま旅行したことないけど、した時に何したらいいんだろうってなっちゃう。だから結構僕もあの、まあ、旅行とか遠征先で映画見るだけとかあるよ。結構別にいいんじゃない、いい時間の使い方してる気はしちゃうけど、思い出には残りそう。北海道で見た映画だなみたいな。まあね、うん、東京で見ればいいんだよね。はい、ラジオネーム佐藤哲さん。飛行機のシートベルトちゃんと取れるか不安で、乗った時にベルト外すリハする。あー、いやー、それはちょっとあれか、確かに神経質とか考えすぎちゃう、不安症というか生きるの下手かも。僕はないもん、なんか取れる不安、取れないかどうかの不安はないか。うん、飛行機ね。うん、だったらもうあれじゃない、事故った時のさ不安とかめっちゃあるんじゃない、こう避難の仕方とか。うん、映像僕それは結構するけどね。不安はないんだけど、なんかシミュレーションするの好きで結構。てかね、僕そこに乗せられたこと あるから、その降りるさ、そこが開きますよ、避難してくださいのとこ、その時僕が仕切んのと思って、無理無理無理と思って、あのが皆さんみたいな、ここから降りてくださいみたいな、無理無理無理って思ってて、それはある。だからそういうの、あの席も取らないでくださいマネージャーさん。っていうのはあるかな、うん、あのちゃんに仕切られたくないよね。はい、ラジオネームポーションさん。遅刻して焦りながら駅に向かうときに見上げる綺麗な青空が好き。急げバカ。何黄昏れてんだよ、遅刻してるときに。
いや素敵だし、そしていやでもこれはもうそんぐらいがいいよね。でも急ぎたくないよ、遅刻して。僕も好きじゃねえよ。何が最後青空が好き、急げ。いや僕はさすがに遅刻してる時黄昏れませんよ。うん、だってその渋谷のやさ街にあのちゃんの大きい広告とかバーンってなってる時に遅刻して急いでる時も横目で見てもう急いで行くぐらいでしたから、さすがにない。まあ、いいことだけどさ。はい、今年最後のメールでした。青空が好きといういいじゃないですか。はい、で以上アノはアノの生きるのクソヘタ以上。引き続き生きるのクソヘタ人生エアポの君からのメールを待ってます。アノは受付メールアドレス ano@allnightnippon.com アノです。あのアトマークオールナイトニッポンドットコム ANO であのです。懸命にクソヘタと書いて送ってください。はい、最後までこのね読むのがクソヘタでした。はい、発言から実行までの間には多くの苦痛が吐き古されている。アイリス・マードック。あののオールナイトニッポンゼロ、アノのオールナイトニッポンゼロ終わり。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。17では番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。日本放送ではこの後4時30分からは上柳正彦朝ぼらけをお届けします。あの兄、今夜の採用者はラジオネーム三浦康子偽物さん、ラジオネーム森武伝さんでした。ありがとう。はい、来週はアナのオールナイトニッポンゼロお休み。2024年最初の放送は1月9日火曜日です。はい、メール読む。ラジオネーム本棚の角に溝落ちぶつけたさん、この前の放送であのちゃんが寝る前に寝るなとのことだったのでメールを打っている現在まで寝てません。そしてこのメールが読まれている頃と放送されている時も寝てないと思います。あのちゃんいつ寝ていいですか。マジごめん、一通も読めなかった。何時に送ってきたの。19時49分12月20日のえ、ごめん。いつも読めなかった。はい、ラジオネームポテチ食べたいあとモテたいさん、7時22分濃いめのコーヒーを飲みながらまだ起きてます。ありがとう。ラジオネームはちみついもけんじさん、まだ起きてます。朝食は卵かけご飯と味噌汁でした。みんな可愛いな。僕そういう人すぐ好きになっちゃうから、うん、ありがとう寝ないでくれて。うん、嬉しい、ごめんね。マジごめん。今ちゃんと寝てっかな。あのちゃん寝てますか。あの寝てますか。だからメール取っとくね、こうその起きてますって方のメールは今度読むわ。あのちゃんは寝てると信じてますし、いや今日良かったです、楽しかった。はい、ということでここまでのお相手はあのでした。出会いがあれば別れもある。笑顔でまた会おう。良いお年を。バイバイ。あのです。アナのオールナイトニッポンゼロ17限定のアフタートークです。はい、やばいやばい、急ごう本当に。富士光子来ちゃうから、はい、片付けながら17の方もカメラ片付けながらでいいですよ。はい、あの下品な女子大生が来ちゃうんで、もうそういう人とか避けて生きてきたので怖いので。よいしょよいしょよいしょ、写真撮っちゃおう。写真撮るとこもね、見てもらって、じゃあ林さんの写真、はい、片付けよう片付けよう、もう撮ります。いきます、3、2、1、もう一枚です。3、2、1。
これ縦のっているんでしたっけ？縦の。あ、一応縦の。縦の。取ります。取ります。3、2、1。これチェックしない。え、ま、いや、まだあれ。これ今やってるんですか？やってる。この様子を垂れ流そう。これいつもどこ？これ。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 来ちゃう来ちゃう来ちゃう。はい、バイ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 。もう来ちゃう。うん、怖い。なんで、もう待ってもらおうよ。なんで僕が富士講座のために急がなきゃいけないんだよ。はい、というわけで、あのでした。また来週、バイ、また、良いお年を。来週、バイバイ。来週じゃないわ。バイバイ。